はい、皆さんこんにちは。今日はこちらですね、洞窟の方を探検していきたいと思います。画面の左下ですね、こちらの2つ並んでる方の、洞窟に来ました。拠点の近くの洞窟はめちゃくちゃ小さかったので、そんなもんかと思ってたんですけど、教えていただいた情報によると洞窟はめちゃくちゃでかいということで違う洞窟に来てみました。あ、確かにめちゃくちゃ奥行きありますね。で、広いので迷子になる可能性大なので、気をつけていきたいと思います。で、自分は亜鉛がなかったので亜鉛が欲しくてここに来ました。洞窟でしか亜鉛は出ないということなので、しっかりと亜鉛をゲットして帰りたいと思います。どうしようかな。とりあえず迷子になると嫌なので左の壁伝いにとりあえず行ってみようかなと思っています。余計なところに行くときっと迷子になると思うんだよな。ということでちょっと探検していきましょう。まずは亜鉛むっちゃありますね。キノコもそしてむっちゃありますね。よいしょ、キノコと亜鉛をゲットしていきましょう。キノコめちゃくちゃあるな。最初のところなんて石3つぐらいあればいい方だったんですけど、ここはめちゃくちゃあるので亜鉛回収にはちょうどいいかもしれません。よいしょ、はい、キノコもゲットしましょう。とりあえず全部左の壁伝いで行こうと思います。ここら辺では何もないな。あ、でもちょっと待ってよ、こっち側になんか分かれ道ありましたけど、こっち行き止まりですね。さあ、まだアーリーアクセスなので今後なんかこういう洞窟に何か実装されたりするのかもしれませんね。キノコもゲットして、キノコめちゃくちゃ生えてるな。キノコは何か保存食作るときに必要なので結構カスがあってもいいと思います。さあ、とりあえずこいつを壊そう。はい、よいしょと。亜鉛を取って、こっちも行けるけど、このまま行きましょうか。さあ、どこまで、あ、すごい広いな。すごい広いですね。どこまで続くんだろう。マップで言うと今ここなので、どうなんだろう、もう一個の方の鉱山みたいな入り口、洞窟の入り口とつながったりするのかな。ここら辺のがまだ分かりませんね。よいしょ、とりあえず左手沿いにどんどん進んでいきましょう。掘れる岩がないな。あ、ここで行き止まりかな。はい、ちょっと迷子気味になったな。ここで行き止まりになって、さらに進みましょうか。キノコ。よいしょ。さあ、こっち側もありませんね。行き止まりだよね。こっちも行き止まりかな。あ、まだありますね。あ、なるほど、ここでつながって、なんか食らった、なんか食らった、なんか食らった、いるぞ、なんかいる、なんかいる。よいしょ、びっくりした、なんかいましたね。スコーピオン、サソリか。サソリなんているんですね。やばい、これ戦ってると、迷子になる可能性ありますね。なんだ、サソリがいるのか。今まで会ったことがなかったので、まさか攻撃受けるとは思いませんでした。毒とかはないから大丈夫なのかな。ダメージもさほど、食らってませんね。さあ、これでちょっと弓を構えながら行きましょうか。あ、キノコ取ってないね。キノコをしっかり取って、左手伝いに行きましょう。このキノコ取ると迷子になりそうだな。こういうちょっと外れると迷子になってしまうので、できる限り左の壁沿いに行きたいと思います。あ、これは掘れないやつですね。ここら辺どもない。でマップはどこら辺だろう。あ、もうマップ出口方向に一応向かってはいるのかな。あ、なんかいるぞ。サソリか。まだいましたね、サソリ。よいしょ、サソリを倒しておきましょう。一応肉取れるんですね、サソリから。ここが石を掘りましょう。さあ、どうだ。これを取ってと。
あ、ここはずっと、あ、こんなところにもあるな。やばい、結構奥まで来ましたね。よいしょ。はい、ここも取っていきましょう。やばい、荷物がいっぱいだ。荷物がいっぱいになりましたね。とりあえずいらない石は捨てて、一旦荷物を置いてこようと思います。水も飲んでおきましょう。はい、ではこの石を捨てたポイントまで来たということで、荷物を一回置いていきたいと思います。帰りは右壁沿い行けば行けると思いますので、戻って荷物を置いてきます。さあ、戻ってきて箱の中に入れたんですけど、箱1個しか持ってきてなかったので、荷物が若干ですね溢れました。それでは第2回目ですね、そのまま入っていきましょう。今回はですね、右の壁伝いに行ってみようかな。左の方はある程度進みましたからね。さあ、サソリとか出てくる可能性もあるので、ちょっと用心しないといけませんが、まあ、サソリはそこまで攻撃力強くないので大丈夫でしょう。はい、ありましたね。掘っていきましょう。さあ、今回も亜鉛2つと、あ、今回鉄か。粘土が多いんですけど、鉄も出るんですね。はい、キノコも大量にゲットできました。はい、これで、ああ、もう結構ないのかな。右壁伝いでいきましょう。あそこに1個ありますけど、これか。よいしょ。いやー、拠点の近くの最初からあるところの近くは全然なかったのに、こっちの方の、採掘所はめちゃくちゃでかいですね。さあ、右伝いに行きますが、どうだ？こんなにでかいと本当に気をつけないと迷子になってしまいますよね。自分も結構こういう洞窟とか 3D ダンジョンとかは苦手なので、迷子にならないようにしていきたいと思います。とりあえずひたすら右壁伝いで行って、戻るときは、左にして帰りたいと思います。あ、結構もうないですね。石を3つ落としてきた場所があるので、そこまで行けば一周なんですけど、一周するのはまだ先かな。キノコをゲット。水。さあ、特にもう掘るところないですね。右壁沿いに行ってますけど、特にはない。お、びっくりした。なんか、船かなんかの鳴き声しますが、これは地上ですかね。地上にいるキツネかなんかの鳴き声が聞こえました。あー、すげーでかいな。マップ一応確認しましょうか。マップは穴と穴の中間ぐらいですね、今。ひょっとしたら下の穴と合体してる可能性もあります。よいしょ。さあ、まだ40キロなんで、あと30キロ近くは持てるので、しっかり取っていきましょう。よいしょ。はい、これで OK。こっちは行き止まりですね。あとは、どうだ？キノコと、キノコもめちゃくちゃあるな。キノコどれぐらい取ったんですかね。ここのところで54個ですね。取ってますね。はい、ありましたので、しっかりと取っていきましょう。ああ、ほんとだ。亜鉛めちゃくちゃあるな。亜鉛がかなり自分足りなかったので、これは助かりますね。よし、これでスチールとか、亜鉛は、とか、なんだろう、フレッチかなんかにも必要だったと思うので、金属はこれで揃うと思います。キノコの方もキノコ腐らなかった気がするので、かなりありがたい。さあ、ずっと右の壁沿いに来てますが、どんなもんだろう。あ、壁から生えてますね。あ、あっちなんか動いたような、サソリかなんかいるのかな？あれ、崩れたやつどっか行っちゃった。取ってないですよね。崩れたらどっか行っちゃいましたね。さあ、どうだろう。もうそろそろいいかな。まだ一周しない感じですかね。あそこにちょっとあるんですけど、ここにあるんですけど、多分取りに行くとちょっと迷子になるかもしれないので、今はやめておきます。はい。そしてここで合体したので、ここで取りましょう。よいしょ。は
はい、ここも、あ、ここ石ですね。よいしょ、石は置いていこう。さあ、58キロなので、あとちょっとしたらいっぱいになってしまいますが、まだあるかな、まだありますね。結構奥深くまで来た気がするな。そろそろ戻りたい感じがしますね。一応工作作るもので、看板みたいなのは作れるので本当に余裕があるんなら、帰り道はこちらとか作っていけば今後ですね、石再生した時に回る時楽かもしれません。さあ、でも今はそんな余裕がありませんので、とりあえず右伝えにずっと行ってます。さあ、キノコもゲットしていきましょう。さあ、どうだ。やばいな、結構奥まで来てますね。マップで言うとどこだろう、上に戻ってる感じか。あ、サソリかなんかいたぞ、今。気のせいか？なんか いますよね、いますね。やばいやばいやばい。どこだ？よいしょ。攻撃を食らってしまいましたね。なんかいたような気はしたんですけど、わかりませんでした。ちょっと弓を持っていこう。はい、ここで迷子にならないようにしっかりと左沿いに行きましょう。ここも行き止まりかな。あっちに生えてますね。石が生えてるところ崩したいけど、今はいけない。さあ、どうだろう。マップで見ると、うん、やっぱり、入り口方向には向かってる気はしますが、どうなんだろう。数字の声が聞こえましたね。あ、ここら辺のもう何もない感じですが、どうなんだろう。なんかやばい、ぐるぐる的な感じがするな。また、入り口に近いか。入り口は近いですね。やばいやばいやばい。ちょっと見失ったけど今。よそ見したら、右の壁をひょっとしたら離れてしまったかもしれません。よいしょ。まあ、あと特には、なんかこれといってなさそうですかね。さっきのあったぐらいで、特になさそうなので、地上の方に戻りたいと思います。はい、外に出てきたんですけど、下の方の洞窟から出てきてしまいましたね。これ、つながってるんですね。結局は、あのままですね、右沿いに伝わっていったので、外出れましたが、このように、外出ると次の町との間ですね。ここでしたね。さあ、では台車の方が置いて帰ってますので、ちょっと食べ物食べながら少し帰りたいと思います。まあ上の方ちょっと行くだけなんですけど、まあ多分村の方にゾンビ復活してると思う。あ、いますね。なので少し迂回して帰ろうと思います。さあ、とりあえず洞窟の入り口で台車も見つけることができましたね。これで無事亜鉛を大量にゲットできましたので、帰ってなんか電力パーツですね、こちらの方を作っていきたいと思います。まあ、洞窟内では結構時間とかが分からなかったですけども、いい時間で、夕方の今何時だ、今夕方の約6時頃なので、あんまり洞窟にいると下手すると夜になってしまう場合もあるので気をつけないといけませんね。いや、それにしてもかなり広い洞窟でした。近くの方では本当にちっちゃかったので、こんなもんかなと思ってたんですけど、実際洞窟はかなり広いのと、亜鉛が大量に取れますので、今度は、荷台の方ですね、箱の方を2つ積んでいきたいと思います。まあ、当面はこちらの亜鉛でなんとかなると思いますので、帰って亜鉛にして電力関係作っていこうと思います。はい、ということで帰ってきたんですけど、こんな感じですね。亜鉛がほぼ詰まるぐらい出来上がってますので、こちらでですね、とりあえず鉄がある分はですね、合計何個だ、8個ですね。8個はスチールにして、あとちょっとは半分ぐらいは亜鉛として作って、電力関係に使っていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8と。はい、では、ここから電気の方とかをいろいろ作っていこうと思います。
金属でですね、風力発電の方をもう1基買ってたのと、蓄電池の方を1基増やしました。ですので見てみると今こんだけ動いてますが、電力の方はですね3000まで溜まってますので、かなり余裕ができてますね。特にこの油抽出器の方は常にかけておきたいので、まあ、ストーングラインダーとか終われば、止まると思うんですけど、油抽出器の方は24時間できればかけ続けられるような感じでですね、今後も電力の方を確保していきたいと思います。まあ、ウォーターハウスの方は時々オンにしてすぐにオフにすれば、水やりだけやってもらえますので、これでいいと思います。ちなみに天井灯もつけてはあるんですけど、まあ、ちょっと微妙かなという感じですね。これだとあと1つか2つつけないと、明るさが足りないと思いますので、今後もいろいろ電気関係増やしていきたいと思います。はい、それではですね、今日は洞窟探検して金属取りましたので、ここら辺ので終わろうと思います。皆様ありがとうございました。